回のご紹介は先日まで幕開けで先行販売しておりましたアキーヨの NV360 360度カメラにナイトビジョンドライブレコーダーが付いていたモデルのデジタルミラードライブレコーダーの話題になります。私の動画では先日ご紹介したリアカメラが少し暗くてチューニングを施しましたよという内容でご紹介をさせていただいてたんですけれども、今回さらに要望が多かったリアにナイトビジョンドライブレコーダーが設置できないかという問い合わせをよくいただいておりました。で、また私もナイトビジョンドライブレコーダーは特に必要なくて、それだったら後ろをもっと明るく映せないかっていうのも個人的にもすごく思ってたところもあったんで、今回その仕様にしたドライブレコーダーがこちらになるわけなんですけれども、こちらが今ナイトビジョンカメラでリアを映している映像、こちらが通常のリアカメラで映している映像ということで、今回はこの2つの映像を比較しながらリアにナイトビジョンカメラをつけたことによる変化点についてご紹介をしていこうと思いますので、最後までご覧になっていただければと思います。また今回これテスト的にやってるんですが、我々はアキーヨの代理店もやっておりますんで、今後ナイトビジョンカメラをリアカメラにもつけられるようにしたいという要望をされる方がすごく多いのであれば、我々ラブのセレクトショップ限定にはなってくるとは思うんですけれども、その要望に応えられるような仕様で製品の販売というのも検討しておりますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。まずはじめにナイトビジョンカメラをリアに持っていくことによって、昼間どれだけスマートミラーとしての視認性が上がるのかっていうところですね。そこは一番気になるところかと思いますので、ご紹介をしていこうと思います。ちなみにこのナイトビジョンカメラ、フロントのカメラなんですが、台形レンズを使っていて、また絞り値は 1.0 ということで人間の肉眼相当と変わらないと値となっております。またイメージセンサー自体も通常のドライブレコーダーで使っているイメージセンサーよりも大きなものが使われているということもありまして、まあ、当然ながら日中も非常に映像が明るく見えますし、夜間はもちろんなんですけれども、暗いところでもレンズにしっかりと光が入り込んでくれますので、映像、鮮明な映像出力というものがなされるということになるわけなんですけれども、吊るしの状態で使われているリアカメラとどれだけの違いがあるのかっていうのをまず見ていただければと思うんですが、もう見ての通りなんですけれども、これ非常に暗いのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。この状態だともう昼間ですと光が反射してしまって何も見えないっていった状態になります。で、はたやこちらの右のナイトビジョンカメラで映している映像は映像がくっきりしていて、で、モニターの輝度自体は同じ輝度値なわけなんですけど、映像の明るさ自体がこれだけ違いがあると、あたかもモニターの輝度が上がったかのような、これだけの違いがあるということになります。一度切り替えて見てみようと思うんですけれども、こちらがナイトビジョンカメラを使った時の後方のモニター映像になります。もう今西日が照っている状態で非常に眩しい状況の中なんですけれども、十分にスマートミラーとしての視認性を持っているというのがお分かりいただけると思います。で、一方でこちら、見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、全体的にこう暗いですよね。暗いから何が映ってるのかよく分からないと。で、映像、暗い映像が映っていて、で、また、このスマートミラー自体は、これ、ガラスになってますから、この光が乱反射してしまって、映像とこの光の乱反射とか組み合わさってしまうような状況になりますので、もう何が映っているのかよくわからない、後方の視界がどうなっているのかっていうのが全然わからなくて、モニターとしての役割が
果たせないということがあります。なのでナイトビジョンカメラをフロントに設置して、フロントのカメラとして使う方ももちろんいらっしゃるかもしれないんですけれども、例えば我々のような関東圏に住んでる人とかになりますと、あまりフロントカメラをナイトビジョンとして使うケースって実はあんまりないなって正直私なんかは思っております。だったらもっとリアの映像が高画質になってくれた方がいいというふうに思われている方もすごく多いと思うわけなんですけれども、その理由っていうのが、まあ、これだけの違いがあって、通常のドライブレコーダーで使っている後方カメラだけだとミラーのモニターとして使うという意味においては役不足であるよということです。そこが少しお分かりいただけたんではないかなと思います。ちなみになんですけれども、参考程度までに以前ご紹介した2月の下旬より販売する LMR の -001 という海外向けトヨタ純正品のスマートミラー、どういう見え方をしているのかということなんですが、こちらになります。はい、見ていただいても一目瞭然かと思うんですけれども、この映像が基準になってくるかと思います。じゃあなんで基準なのかっていうことなんですけども、純正品であるからということになります。今回これラブーンのブランドとして出すんですけれども、この映像っていうのはデジタル信号出力になっております。で、イメージセンサー自体もオムニビジョンというイメージセンサーを使っているんですけれども、今までご紹介した MDR-PRO-1 と同じ映像出力になっております。またモニター輝度自体は1800カンデラということで、圧倒的にこの映像のクオリティっていうのが違うのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。このナイトビジョンカメラを使ってもですね、これだけの違いがあるということです。もう一度これ見ていただこうと思うんですけど、これナイトビジョンカメラの映像がこの映像になっておりまして、上がオムニビジョン搭載したデジタル信号方式の映像となっております。もうこれだけのね、映像のねクオリティの違いっていうものが出ているよということになります。下はカメラ自体はもちろん暗所性能には優れているものを使っているわけなんですけれども、ただ映像出力自体はアナログ方式になってます。ここジャック使ってますんでね、これ見ていただくと分かると思うんですけど、これアナログなんですよ。だからやっぱりアナログとデジタルっていうところで比べると、やっぱりこうデジタルに勝るものは正直言ってないよということなわけなんですけれども、やはりさらにですね、上を行くデジタルミラーというのがやはりデジタル信号方式 LVDS 方式でオムニビジョン搭載をした純正のデジタルミラーということになってきます。もう非常に昼間もスマートミラーとしての視認性というのはもう抜群で、もうこれ以上のものは今ないよといった状況となっております。はい、ってことで今回なんですけれども、先日幕開けより先行販売しておりましたアキーヨの AKY-NV360 のご紹介をいたしまして、さらにこの NV360 がですね、有効的に使えないかということで、リアにナイトビジョンカメラを移設した場合でのスマートミラーとしての違いということで、まあ、ご紹介したわけなんですけれども、これだけの違いがあるよということですよね。もうこちらは使い物にならないぐらい非常に暗い状況ですし、特に日中日が差している状況の中ですと、もう乱反射していて映像がもう全く見えないといった状況にはなっているわけなんですけれども、こちらナイトビジョンカメラを使うことによって昼間も非常にくっきりと鮮明に明るい映像を出力してくれますので、光が差している状況下であっても非常に明るく使えるということになります。今回こちらのリアカメラに関してなんですけれども、ナイトビジョンカメラをリアに移設してきてますので、こちらのリアカメラは前に持っていくことっていうのはもちろん可能になっておりますので、前をもうこれはもうドライブレコーダーのカメラとしてつけてしまって、リアはモニターを通じての後方視界の確保と、もちろんドライブレコーダーとしての機能を持たせたカメラということで、
こういった使い方も NV360 を使うにおいては有効的な使い方になってくるということで、まあ、皆様にですねご提案できる使い方になってくるんではないかなということで、今回動画の配信というのをさせていただきました。ナイトビジョンドライブレコーダーを後方に移設できるようにしたいという方はぜひコメント欄にお寄せいただきまして、要望が多いようであれば、ラブンのセレクトショップの方でもこの NV360 というのを販売しておりますので、販売している製品の中にナイトビジョンカメラも移設できるキットというのを組み込んで販売していくということも考えておりますので、コメント欄にご要望をいただけると幸いかなと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。